ヨゼフ・マーネスは、チェコの画家である。ロマン主義の画家の一人である。プラハの多くの画家を出した家系の出身である。父親のアントニーン・マーネスは、風景画家で、オジノ・ベンツェル・マーネスも、画家で、プラハの絵画学校の校長だった。弟のクイド・マーネスや姉のアマーリエ・マーネス・オーバーも、画家になった。父親から絵を学んだ後、1835年から1844年の、 間、プラハの美術アカデミーでフランティシェク・カドリークやクリスティアン・ルーベンに学んだ。その後、当時のヨーロッパの美術の中心の一つであったミュンヘンで2年間修行した。プラハに戻った後は20年間にわたって、貴族で聖職者のベドジフ、シルビア・タローツアの支援を受けて、モラビアの各地を旅した。 チェコの文化的活動に熱心に取り組み、チェコの芸術協会であるアマレカベセダの主要なメンバーになり、民族的体育運動協会であるソコル運動協会のユニフォームや旗のデザインをした。他の多くの愛国的組織に加わった。1857年からロシアに旅した。1865年からのプラハの天文時計の修理の際に、 歴評版の装飾画を描いた1866年頃から梅毒か髄膜の結核が原因と推定される精神的な疾患が見られるようになり奇妙な行動を取るようになった。天知のためにパトロンが資金を出してイタリアに旅するが症状は改善せず姉のあまり絵が連れ帰らなければならなかった。数年後にプラハで51歳で亡くなった。 風景画や肖像画など様々な作品を描いた。ヨゼフ・マーネスは19世紀のチェコの国民的画家とみなされている。ミュンヘーンで学んだ芸術家らによって設立された美術家集団は、ヨゼフ・マーネスの名を冠して、1887年にマーネス美術協会、スポレック・バイト・バーニッチウメルキメニーズとして開祖され、展覧会を主催し、 チェコの新しい美術に対して大きな影響を与えた。ありがとうございます。